古き良き一方通行。極論すると、それ、は、王の権利。それにしか許されない特権。それはどうなの？だから。それは、王自らが個人的に行うべきで、そのためにネット、それ、は非常に便利だ。だが、地デジに残る構造はまさに、王のお言葉、それを、人々に伝えるため、だけ、に構築されたような構造を残していて、それ、ができないとき、それは存在する意味さえも、ない。理屈として、王の権威、それは、ここ、にある？現実的じゃ、ない。今の王は単なる民間人で、むしろ危険人物扱いされるような、そんな立場でしか。王が、その自身のペン先として、テレビ番組を制作する。それがテレビの現実。ストリートそれは違うのだ。私は王の代弁として語っているのだ。ストリートは王ではない。許容される範囲から何かがはみ出てる。